リプレイ外しが劇的に効いた中華風パチスロ2作、サミー工業クーロン&新竜通編。懐かしの四国時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの四国記。今回もベテランライターのアニカスさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが今回ははい、サミー工業、まあ、現在のサミーですね、から、1994年夏にリリースされたクーロンと、翌95年初頭にリリースされた兄弟機の新竜2、この2作をまとめてご紹介したいと思います。サミー工業といえばかつて2号機時代に爆裂集中薬アラジンチャンスを搭載した AC 機アラジンで一大センセーションを巻き起こしました。そうですね、初代アラジンは発売元こそ新潟電子製機というマイナーメーカーだったんですけども、開発製造はねもうバリバリサミーが担ってました。でその初代の成功を受けて3号機時代に入ってもね、アラジン2やミスターマジックなどなどの AC 機をリリースします。まあこのねアラジン2ミスマジはまあ時代も時代別の意味でね世間を騒がせることになるんですけどもね、とにかくサミーといえば集中薬搭載機というイメージが、強くありました。4号機時代に入ってからはいかがだったでしょうか。はい、その後もね伝統にのっとってか4号機第一弾スーパーヘビーメタル A、ヘビーメタルっていうこの表示がすっげえ嫌いなんですけどね、ヘビーメタルですね、兄弟機の R、X も集中薬を搭載した AC 機だったんですけども、でもね、まあ、4号機になってからもうパンク確率がね3号機の倍にまで引き上げられて、まあ、一撃必殺の大量獲得がもうほぼほぼ期待できなくなったんでね、だからそこでもうこれじゃいかんなっていうことで方向を転換して、今回ご紹介する2作は、サミーとしては久しぶりの純然たる A タイプ機として、リリースされたんですね。ではまず先にリリースされたクーロンについてお願いします。機種名から察するところ中華風のモチーフなんでしょうか。その通りでございます。もうね、もう赤ベースにしてね、もう一家にもなんか中華料理屋さんみたいな看板みたいな感じなんですけども、パチスロとしては初めてですかね、中華風パチスロ。まあご覧の通り絵柄にもね中華風のものが使われており、ムード作りはバッチリです。はい、スペックはいかがでしょうか。はい、なんていうのかな、まあご覧の通りなんですけども、んって感じですよね。まあ幅広い営業形態、交換率を想定してのことなんでしょうか。まあ設定間隔差凄まじいですよね。設定1で431ですよ、ビッグレギュラーともに。まあ設定6こそね、まともな数字なんですけど、結構全体的に重たいですよね。はい。最低設定の1が確率、機械割りともに鬼のように辛くなっていますね。これは一体どういうことなんでしょうか。まさか連チャン上乗せ分を想定して。どうなんでしょうね。まあ思っちゃいますよね。設定1で機械割り 89.7 ですよ。ねえ。まあ例のうっちねんたるもびっくりですよね。まあそういう意味でね、まあ、過去の一例があったんで、まあそういうある種の期待は当時ありました、正直言うと。でもまあ実際ホールにね登場したクーロンはまあ挙動は至ってノーマル、怪しいところは全然ありませんでした。あくまでクーロンの場合はですが。ということは兄弟機の新竜2の方は、まあ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 、まあ、それについてはね、まあ後ほどまたゆっくりねご説明しますんで。そんなことよりもこのクーロンね、想定外のねすごい特徴というか性質があったんですよ。想定外のですか。はい、なんとなんとビッグ中のリプレイ外しが適当打ちに比べてプラス44枚とね、まあ当時としては効果絶大だったんですね。プラス44枚、それはすごいですね。そうなんですよ。まあ払い出しのね、BB 中の払い出しのメインが15枚薬なんで、まあ通常時もそうか一緒か。で、まさか、もしや、とか思ったんですけどね。そしたらね、もう期待以上の効果で。にもかかわらず、手順の方はご覧の通り。
まあ子役を取るのもあのボーナスインを外すのも至って簡単。まあでもただ当時はね、そういうリプレイ外し攻略っていうのがそんなに広く浸透してなかったんですね。まあ、あの雑誌を読んでちょっとゴリゴリやっちゃおうかなっていうようなこう向上心のあのね、あの高い意識の高い方ぐらいしかやってなかったですね。うん、だからやっぱそういう人たちはこっそりとまあいい思いしてたんじゃないかなとは思いますけどね。通常時の DDT 打法はいかがだったでしょうか。これね A タイプのくせにね、あの子役確率がね、あの1種類しかないんですよね。通常時ね、あの子役補正ないんですよ。だからあの取りこぼしは丸損です。で、あのさっきの、スーパーヘビーメタルシリーズと同様に左リール ある NG ポイントを 狙っちゃうと、その時点でリプレイを取りこぼしてしまう順押しで、まあ、そういう特性もあったんで、こちらも要実践とされました。ゲームを彩るデメン室についてもお願いします。これはもうね、当時のサミー系マシーンのお箱というか、なんというかもうズル滑りです。もうデメとしてのリーチ目はねほぼないですね。もうリールが最大限滑れば子役の取りこぼし、もしくはボーナスのチャンス到来ということですね。まあただし、チェリーの取りこぼし、でさっきも言いましたけども、左リール NG ポイントをしてリプレイこぼしたりとか、まあそういうので簡単にガセっちゃうんで、まあ繰り返しになりますけども、 DDT をちゃんとやってた上でズル滑ればチャンスっていう感じになりますね。はい、ありがとうございます。では続いて後続の兄弟機神竜2のご紹介をお願いします。先ほど意味深なことをおっしゃっていましたが、はい、当時のね、初期4号機でよくあった、まあ色違いバージョンでしょうどうせってね思われたんですけど、まあ確かにスペックはね、設定1から5が、大幅にアップされてますね。割とまともな A タイプなスペックになってます。はい、加えてなんとなんと筐体上部のランプ、これでね、チカーって光るんですよね。ボーナス告知機能です。これが新たに搭載されるなど、まあクーロンと比べて、まあいろんな意味でバージョンアップされたと、こんな感じなんでしょうかね。でもね、そんなことじゃないんですよ。神竜2はもっともっとねすごいことがありました。もうじらさないで早く教えてください。はい、デビューから割と間もなく、ほどなくですか、特定エリア、まあ、具体的に言うと中部地方ですね。はい、中部地方です。中部地方です。はいはい、ウイローが名物だったり、ね、うなぎも美味しかったりしますけども、中部地方を中心にしてチェリーの連続出現が、ボーナスの前兆となる、なんともそそりまくりな特徴を備えた裏バージョンが登場しました。いわゆるチェリーレンチャンバージョンですね。その分野ではパル工業のビガーがあまりに有名ですが、そうですね、やっぱチェリーレンの裏物といえばやっぱビガーなんですけど、ビガーはもうちょい後だったかな、もう同時期ちょっと早いですね、神竜2の方が、まあ地域限定だったんでね、こっちはね。はい、では九段のチェリー前兆についてお願いします。後のビガーの場合ね、あたかも集中に入ったかのように数ゲームの間チェリーの出現率がね、アップするといった特徴があったんですけども、本作の場合は中段単チェリーが4連続した後、中段2連チェリーが出現すれば次のゲームでボーナスフラグが成立するというね、明確な法則性がありました。加えてボーナスの初当たりの時はね、また前兆パターンがちょっと変わって、中段単チェリー4連続の後にリプレイが1回揃って、その次のゲームで中段2連チェリーが出現するという、初当たりの時だけそういうリプレイを挟むというパターンを経由するっていうのがもう一つの特徴でしたね。なるほど、単純明快ですね。はい、ちなみにこのチェリー前兆には、出現するゲーム数にね明確な偏りがあったんですよ。このチェリー連のね発生するゲームっていうのは、中段単チェリー4連続で終わってしまうフェイクの後のフェイクですね、要するにその次の中段2連チェリーが出ないフェイクです、こういうフェイクもあったんですけどね、の後は1回フェイクが出ると100ゲームの間はねチェリー連が発生しない、完全なるハズレゾーン
ていう特徴がある。だからまあそこは一つのやめ時になったのかなっていう感じはありますけども、肝心のボーナスの連チャン制はいかがだったでしょうか。いやもう強力ですね。これが当時の、必勝ガイド取った実践データなんですけども、まあなかなかですよね。実践上連チャンゾーン40ゲーム以内なんですけども、まあ、あの101ゲームから200ゲーム、まあ、幅広いですけどもね、あの引き戻しも多々あったりして、勢いに乗ったらね、もう浅いハマりでどん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 速攻連打を引き当てて一撃で大量獲得できたと、そんな感じになっております。で、チェリー連全長からのボーナス発生ゲーム数にもね、あの明確な語りがあって、ゲーム数吸い込み方式を採用してるんじゃないかと想像されました。こんな感じで。でもまあ残念ながら、あの地域限定の裏物だったっていうこともあって、あの裏プログラム、まあ、あの入手できずに解析には至らず、真相は闇の中となっております。なるほど。ともかく連チャン制が強力ということは、当然のことながら何かしらの帳尻合わせがあったんでしょうね。そうなんですよね。通常の子役はバッサリカットされて、ノーマルだったクーロンと比べるとめちゃめちゃコイン持ちが悪くなってました。ところがどういうわけかビッグ中の子役にはね、手つけられてなかったんですね。まあ多分当時は、まあ、メーカーでさえね、こんなあのゆるゆるな台を作るぐらいですけど、クーロンの場合なんですけども、あのクーロンと同様にね、あのリプレイ外し、これは劇的に効果的でした。それは美味しいですね。いやー美味しかったですねって自分ごとのように言いますけど、美味しかったらしいです。なぜかというとね、あの自分は残念ながら縁がなくて、あの実践できなかったんですよ。あの担当でもなかったし。でね、でもね、まあ、本当周りはね、あのルーキー酒井とか、あと先輩の小泉さんとか、あとドバドバ工事いたんですけどね、みんな、いやこれはやばいっすよやばいっすよって言いながらね、もう1週間ぐらい某エリアにね泊まり込みで行って、もう抜き通したっていうね、もういいなと思って。で当時中部地方は8枚交換ね、あの組合の申し出かなんかで8枚交換だったんですけどね、それでもね、こういうゾーン狙いとかリプレイ外しバキバキやるだけで平均ニット5万円は硬かったと。非常に美味しい台でした。8枚交換でニット5万、めちゃくちゃ美味しかったじゃないですか。いやーもうほんとね、僕も参戦したかったんですよ。でもね、ちょうどその頃ってもうライターとしても本当一番脂が乗ってて、めちゃめちゃ仕事忙しくて、さらにね、最初の奥さんと入籍したばっかりでね、うんとね、家を長く空けるのもちょっとはばかられるというか、はい、ちょっと気を使っちゃって、できなかったんです。本当ね、無理してでもね、行けばよかったと思ってますよ。はい。なるほど。ありがとうございました。そんなわけで、今回の俺たちの4号機は、タミー工業から1994年夏にリリースされた、史上初の中華風パチスロー、クーロンと、翌95年初頭にリリースされ、一部地域に登場したチェリーレンチャンバージョンが話題になった兄弟機神竜2をご紹介しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次回の俺たちの4号機もご期待ください。さよなら。パチバカ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。